酒を醸す木桶を挟みポーズを取る華やかな女性たち。今日新潟市中央区の酒蔵今代司酒造にやってきたのはミスインターナショナル世界大会の出場者たちです。世界四大ミスコンテストの一つで今月東京で開かれます。各国の代表39人は日本の魅力を世界に発信しようと昨日から新潟市を訪れています。 So let me quickly explain the, how to brew sake, in comparison with beer or wine. 日本伝統の酒造りを学んだ世界のミスたち、ハッピーを羽織り楽しそうな姿も見せていました。日本酒は大好き。缶して飲むのがいいわ。白ワインに比べると酒はまろやかな感じ。さらに口にしたのは麹から作られる甘酒。気に入ったでしょうか？Yes, good. とっても美味しくてクリーミーでチリに買って帰りたいわ。続いてはお楽しみのランチ。日本のアニメ文化に触れようと向かった先は、現在県立万代島美術館で開催している庵野秀明展とのコラボカフェです。庵野さんの代表作エヴァンゲリオンの初号機などに見守られながら竹炭のサンドイッチやメロンソーダなどコラボメニューを楽しみました。That's super sweet. 美味しいわ。大好きアニメ。My favorite character is Asuka. My favorite character is Asuka. アスカが好きだというベネズエラ代表。アスカといえば、あんたバカというセリフが有名ですが、トント、あんたバカ、エレストント。エレストント？はい。日本のアニメが大好きだからこのメニューで嬉しい。実は自分で作った初号機を家に飾っているの。アニメ文化を生んだ新潟に来られてとても幸せです。今日はファッションを学ぶ学生にウォーキングの指導も行ったミスたち。今回の新潟での体験を SNS を通じて世界に発信するということです。ミスインターナショナル世界大会は今月13日に東京で開かれます。